今回ですね、前回の動画で先生がちょっとだけ触れた大暴落の時にやっぱりメガバンクもストップ安にってお話をちらっとね、されたと思うんですけども、はい、今回着目したいのがそのメガバンクです。昨今の相場がこういう環境ですから、しかも日銀もまあ利上げをというようなところで、改めてこの3メガバンクに注目したいんですけども、直近のこの大暴落の直前にメガバンクって確か決算発表しましたもんね。そうですね、っていうところあたりからちょっとお話を伺ってもいいですか。そうですね、まあ、メガバンク3社に関して言うと、はい、まあ、まとめて言っちゃえば調子良かったなっていう、まあ、印象がありますと。でまあ、第一四半期の決算見てみますと、今期2025年の3月期の計画って出てるんですよ、事業の計画。来年の3月に決算締めた時に売上とか利益こんな感じになってますっていうのを各社出してるんですけども、まあ、それに対する進捗率、どれぐらいその目標に向けて進んできてるかっていう率を見てみると、三菱が 37%、 三井住友が 35%、でみずほが 39% ってなってるんですね。第一四半期ですから本当は 25% ですもんね。だからそれ上回ってるってことですもんね。そうですね、まあちょっと気をつけなきゃいけないのは、うん、会社によってその毎四半期絶対 25% とかっていうことは基本的にはなくて、やっぱり会社の癖っていうのがそれぞれありますから、例えば第三四半期まで全然ダメなのに第四四半期で毎年一気に進捗率埋めてくるパターンもあったりするので、まあ、必ず 25% になるわけではないっていうのはまあ注意ですけど、ただまあそれを考えても各社情報修正が期待できるような進捗率を今回見せてきたというところで、その背景には何があったかっていうと、まあ、やはり日銀のですね、このマイナス金利解除っていうのが、はい、まあ、ここに来て第一四半期の決算には大きかっただろうし、まあ、円安っていうのも貢献したでしょうと。で、まあ、今後の業績考えるとマイナス金利解除からさらにこの間利上げをしてますから、はい、まあ、よりそれで収益が上がりやすくなるっていうのも期待できますし、まあ、あとは過去にも動画で触れたことあった記憶がありますけど、いわゆる政策保有株、これの売却っていうのも予定されているので、はい、まあ、それが利益に乗っかってくるかなっていうことで、まあ、非常にメガバンク自体の決算は3社とも調子良かったかなっていう印象ですね、うん、ただそうは言ってもやっぱり3社ともやっぱり特徴がありますよね。そうですね、まあ、やっぱりこうメガバンクっていうとなんか一緒くたにされがちですけれども、ええ、まあ、ちゃんと各社が出している決算説明会資料ですとか、まあ、あとはその法定書類というか決算短信ですね、こういうものをちゃんと読んでいくと、まあ、メガバンクとはいえど3行ともそれぞれ特徴がありまして、はい、まあ、例えばまず三菱なんかで言いますと、まあ、非常にこの収益源が多種多様だなっていう印象がありまして、当然国内外で稼いでますし、個人法人向けそれぞれ稼いでますし、稼ぎ方も、まあ、いわゆるビザ屋で稼ぐとか、あとは各種手数料ですね、こういうもので稼ぐなど、非常にこういろんなところから収益を得てるなという印象があるのが三菱の特徴で、三井住友に関しては、まあ、やっぱり個人に関してはカードで稼いでて、法人で見ると融資で稼いでるっていう印象があって、まあ、最近はグローバル部門、これもかなり成長してるなという印象がありますと。海外も強くなってきている。そうですね。うーん、で逆にみずほはやっぱりこう法人向けのサービスっていうのが収益の柱っていうやっぱ印象が強くって、例えば M&A のコンサルティングとか、まあ、あとはそのリテール販売ですよね、投信の販売手数料とか、あとは為替決済とかの金融サービスの手数料、こういうものが非常に稼いでいて、今いわゆるその非金融収益、リザヤで稼ぐみたいなのではない収益の方がみずほは大きいんですよ。だから結構この金利上昇局面みたいな話になってくると、はい、まあ、比較的三菱とか三井住友の方が金利上昇の恩恵を受けやすいのかなっていう気がしますね。あ、なるほど。で先生があの先ほど触れました、どうしてもやっぱりここは触れなきゃいけないと思うんですけど、まさにその利上げの局面、そしてアメリカは利下げというような局面です、うん、やはりどうしてもついて回る問題が金利差縮小というところなんですけども、ここに関するリスクっていうのは先生どんなふうにお考えですか。まあ、そうですね、一つはやっぱり先ほどの決算良かった理由の一つに、まあ、円安っていうものが銀行業であっても
かなり貢献してた部分がありますので、まあ、そういう意味では日米の金利差が縮小していくと基本的には為替は円高方向に動いちゃうので、その円安分の押し上げみたいなところはちょっと剥がれてしまうのかなっていう気は当然しますねと。ただまあ国内の金利が上がるっていうのは銀行本来の業務だけで見たら、まあ利ざやが拡大するというか収益性が上がることですので、まあ、そこはあんまりネガティブに捉える必要はないかなと。ただ本当にじゃあ日銀が今後も利上げするのかっていうところ、ここの見通しがなかなか難しいと思うんですよ、はい。やっぱり今回の利上げを受けてあれだけ株価がガツンと下がってしまうと、日銀側はちょっと予定通り利上げができなくなるんじゃないかと、いうことをどうやら個人投資家は考えてたんじゃないかなっていうのをちょっと値動きから思ったんですよね。はい。それはなんでかっていうと、やっぱりこう株がドカーンと全面安になった以降の値動き見てみると、やっぱりこう意味もなくがっつり売られた優良銘柄ってほとんど戻っちゃったわけですけど、はい、銀行株の戻りってそんな良くなかったんですね。そうなんですよ。そう、はい、でこれはなんでなんだろうっていうことを考えてみると、やっぱ投資家側は日銀がこの下げを見てひよって利上げできないんじゃないのと。ってことは利上げをバンバンしていくって思ってたから収益改善で銀行株って思ってたのに、意外とこれ利上げしなくなっちゃうんじゃないっていう、ある意味ちょっと失望売り的な話があるのかなと。でまさにそこに内田副総裁のですね会見みたいなのがあって、あれによって完全火消しに走ってるから、そうですね、日銀はやっぱり利上げできないんだっていうのが多分投資家の見立て。ただそれは投資家の見立てだなって僕は思っていて、はい、逆に僕はどっちかっていうと、こう投資家目線っていうよりは今はマクロ経済の政策側の人間としてどうしてもいろんなものを見ちゃうので、まあ当然見たわけですよ、内田副総裁の喋った内容文字起こしされて日銀のホームページ出てますから、まあ、それも全部読んでるんですけど、ちゃんとあれ読むとなんか上田さんの言ってることの言い方を変えただけじゃんっていうふうに僕は思ってしまって、ほう、メディアではね、その利上げするぜみたいな上田さんのタカ派的な発言を副総裁が火消ししたみたいな捉え方をしている人が非常に多かったですけど、ちゃんと読んでみると金融市場が不安定な限りにおいては利上げしないみたいなことを言ってるわけですよ。はい、言い方を変えれば金融市場が不安定じゃなかったら予定通りやるからって言ってるわけなんですね。うんうんうん、そうですよね。で金融市場が不安定かどうかって誰がどうやって判断するのってなると、かなりここって俗人的な話で、うん、定量的にこういう時はしませんとかってことは一言も言ってないわけです。はい、例えばあの時ドカンと下がりましたけど、この収録している時点で見れば株価はもうほとんどこう戻ってきてるわけですよね。はい、為替も円安方向にまた戻ってるわけですよね。これ捉えようによっては金融市場が再び安定してきたって捉えることだってできるわけですよ。そう考えると上田さんのタカ派的な発言通りに利上げが行われる可能性は僕は全然あると思ってますし、ちょっと副総裁の会見を見て火消しに走ったから日銀がひよったっていう個人投資家たちの判断は若干僕は甘いなっていう気はしちゃいますけどね。だからこれがね、なんか後々もしかしたら〇〇ショックってつくならば上田ショックなんじゃないかみたいな記事もありましたけど、だから先生の話を聞いてるとそういう選択肢も本当に見えてきましたね。そうですね、だから、僕はまだこの日銀の追加の利上げっていう可能性は投資家が消し去ったほどは消えてないんじゃないのっていうことは、まあ、あえて言っときたいなと思いますよね。となると今の話ってやはりこの今日がテーマの3メガバンクで考えると非常に利益の後押しになりそうなお話だと思うんですけども、そうなるとやはりこの投資初心者の小沢としては非常に気になる3メガなんですけども、この後の将来性というところも踏まえたところは先生いかがですかね。そうですね、まあ、ただ一方でやっぱりこの銀行ビジネスっていうところでどれだけ稼げるのかっていうところは考えなきゃいけなくて、やっぱり日本国内だけで見ても人口はすごい勢いで減ってますし、はい、まあ、国内マーケットだけだとどうしても尻すぼみになっちゃいますよねと。だそしたら先ほど触れたようにもうすでに3メガは手を打ってますけども、やっぱグローバルで稼げるようにしていかないといけないよねって話にはなっていきますし、まあ、一方でそのネット銀行みたいなところもいっぱいもう出てきてるわけですから、高コスト体質なリアル事業っていうかそういうものの転換をしていかなきゃいけないと。で実際にそのマイナス金利政策が始まった2016年から見てみると3メガの支店数ってもう3割ぐらい減ってるんですよ。
だからやっぱりメガの経営陣はそこら辺はちゃんと分かっていて、着実にもう対面ビジネスっていうところから少しずつ手を引き、まあ手を引くって言ったらちょっと大げさかもしれませんけど、コストが垂れ流しになるようなところは徐々に効率化を図っているっていうのはありますし、ただやっぱりそもそもネットだけでやってきてますっていうところに比べれば高コスト体質なのは間違いないので、やっぱり今後はそのグローバルで稼げるっていうメガの強みを伸ばしていかないと、国内での銀行競争はやっぱネット銀行とちょっと熾烈な争いになっちゃうでしょうっていうのがまず1個ですね。はい。あとは地銀ですよね。こことの連携をどうするのかっていうところがあって、やっぱり地方銀行って今すごい厳しいんですよ。人が減るみたいなのを一番影響を食らうのは地銀ですし、メガみたいに海外で稼げない分国内だけで稼がなきゃいけない。でもその国内は低金利だから、はい、仕方なく債券運用とかに手出したら金利上昇でそれもやられちゃってみたいな、非常に厳しい地銀があるわけなんですが、実はここの地銀を徐々にこう自分たちの仲間に引き入れているのがまさにネット銀行の代表格である住信 SBI ネット銀行、ネット銀行とネット銀行ビジネスで戦っていかなきゃいけないのに、そのネット銀行ビジネスで先行してた住信 SBI は逆に今度地銀とかを取り込み始めてるっていうのを考えると、まあ、今はね規模的にまだメガから見ればとはいえっていう感じかもしれないですけども、着々と競合たちはそうやって手を打ってきているんで、このあたり国内でのビジネスどうやって勝つのか、逆にメガ特有のグローバルで稼ぐっていうのをもっと稼げるようにするためにはどうするのか、このあたりをもうちょっと将来性が見えるかどうかっていうのが株価のね一段上に上がるかどうかの一つのキーになるんじゃないかなと思いますよね。国内でそのまま勝負をしていくのか、それとも3メガはやはり規模としても大きさとしても、もうグローバルにっていう方にシフトチェンジを今後していくのかどうかっていうところが本当にポイントになってきそうですね。そうですね、まあ、グローバルでって言ったってそれぞれの国にはそれぞれの国のメガバンクみたいなのがいるわけですから、ありますからね。じゃあそういうところに勝てるのかっていうね、例えばじゃあ、はい、我々日本人がシティとかバンクオブアメリカとかいろんな有名な外国の銀行ありますけど、じゃあ日本に来ましたってなった時に使うのっていう話を逆バージョンで考えてみたらそれは各国の人たちからすればなんか自分たちの国のメガバンクを使うっていうのはこれは自然な流れじゃないですか。はい。だそこをどうやって取り込むんだっけっていうのを考えると、その日本のメガバンクがそのブランドでゼロから他の国で立ち上げるっていうよりは、今後は多分もともとあった銀行に出資させてもらって資本関係を取りに行くみたいなね、まあ、まさにこの三菱がよくやってるアジアで特に東南アジアでやってる、まあ、モデルですよね、まあ、こういうのが三井住友みずほも今後増えるのかどうかみたいな話が結構大事になってくる気がしますよね。なるほど、わかりました。先生ありがとうございました。はい。というわけで今日はメガバンクについて伺ってまいりましたけども、先生今日の森永図ビューいただけますでしょうか。決算説明会資料や決算短信を読み込んでセグメント別地域別の売上や利益を確認するようにしましょう。それではまた来週です。先生いきますよ。森永図ビュー。いや先生、前回の動画もありがとうございました。ありがとうございます。ただ私ですね、あまりにも喋りすぎてですね、スタッフがそこで見てるんですけど、全員が、はいはい、いや野沢どんだけデイトレやりたいねんっていうそんなに気になるんだったら自分でやってくださいっていうようなですねことを言われちゃいまして、はい、ちょっと別企画で野沢デイトレ始めるってよっていう企画がもしかしたら走り出すかもしれません。今まで私が積み立て投資を啓蒙してきた意味は何だったんですか？この番組では私投資初心者野沢春人ともに投資家として成長していけるコンテンツどんどんお届けしてまいります。ぜひチャンネルの高評価そして登録よろしくお願いいたします。